沖縄湖菊頭コウモリは、翌種目、菊頭コウモリ科に属するコウモリ。日本固有ア種であり、沖縄島、伊平屋島、渡嘉敷島、久米島、宮城島に生息する。体毛の色は、淡い褐色系である。稀に黄色系も見られる。前腕長が 37mm から 42mm、東道長が 38mm から 46mm。 お長が十18ミリメートルから24ミリメートル、体重が4.6グラムから9.3グラムになる。美容全容は7.5ミ、mm、リメートル以下で、八重山諸島に生息する八重山ガ菊ラコウモリ R パーディショスより小さい。同血性のコウモリであり、小乳道や廃坑、防空壕跡などをねぐらにする。交尾期は11月から1月で、 特定のホラー穴にほぼメスのみの出産保育コロニーを作って5月から6月に出産する。ただ、同じ道内に出産保育に参加しないコロニーが同居することもある。繁殖に利用するホラー穴は3箇所が知られている。普段利用するホラー穴によって、冬眠する集団と冬眠しない集団に分かれる。宮古島よびイラブ島には、 別アシュであるミヤココキクガ菊頭コウモリが生息する。元アシュであるアールピープマラスと比べると、前腕長が3 9ト、mm、ル以下で、やや小型である。近年、生息が確認されておらず、絶滅の可能性がある。沖縄島北部では、100頭以上生息するホラー穴が数箇所あるが、繁殖を行うホラー穴は3箇所しか知られていない。 中部以南では1970年代以降、急速に生息数を減らしている。ホラー内への人の頻繁な侵入によって、繁殖道で繁殖を行わなかったこともあり、生息洞結の観光地化も脅威になっているのではないかと考えられている。また、他の島でも数十頭ほどしか確認されていない。ありがとうございます。